ケチャップがね、あれがね、調子になっただけだった。あれはね、あのね、やっぱ逆だから行って変わります。だから妙で待って投げるの早いなと思って、全然流れんなと思ったら、やっぱり反応した今日あんないいし、あんな難しいやつってさ、なんかね、もう迷うねんなって思ったんですよ、あれ。ショートだもんね。いつもだったら あれだったのが余裕の間に合うやなんだけど、真後ろから見ると距離感が全然わかんないんで、すごいね。今日石巻の人に呼び出すって呼び出しやし、ね、絶対来るだろうなと思って。いやでもできてポケットはそれでいいよ。いや使ってるんで、ちょっとでかい。いやこれでも内野手でかいですよ。もう満足するよ。外野手だよ。ここにね、2本入る。とりあえずこれ何いくらいいじゃん。でも、やっぱ小指にも慣れちゃう。こっちの方がいいんだ。使ってないんだ。使ってないんだ。あんまり合わない。次の回、僕からね。サードだったらいい。俺もやってもっと大出しするけど、普通のにしようよ。嬉しい。いい金の使い方しないと。いやでもやばいです。これ2ヶ月で長くするよ。これチャンスよ。これ既製品で買ったやつなんですけど、元のところがすごく、おーい、あー、おしまい。エールすごい。なんか内野手さんだったり、おしおしおし、キクシャンがいいしいね。これこうやって巻いてるんですよ。これ何なのかよく分かんないですね。これ好きだというわけじゃないんで。じゃあ切るのもったいなくて、なんかもったいない。確かに草野球だ。他の全部伸びちゃうし。多分なんかでかく見えると。ビーってなってる。今でかいの靴だから。ああ、いけないよ。ああ、オッケー、広げた、広げた。命見られる。いやいやいや。ジュンマちゃんも一回痩せたもんな。また切らないといけないのか。せっかく命削ったのに。痩せるために痩せたの。いや届かないと思っちゃった。取っちゃったじゃん。え、痩せるために痩せるために痩せるために食いすぎだけど。あ、当たったから。あれ当たったんじゃない。背中当たってなかった今。そんな強制的な対応。そうそうそう。あるある。怖くないですか。だからね、アメリカなんかはそうだよね。で、そして食べれない。なんで元に戻る。よっしゃ。自分はね、小さくてしっかり広がることで終わるから。あ、頑張ってますよ。瞬間付けをしなきゃいけないのに、多分それがうまくいかない。おい、わかりやすかった。聞いてない、知らないくせに。そうなんだ。そうなんだ。俺も完全にカバちゃん今日高級なんですよ。今日買えば走りすぎて。いや、10万、20万でできるよ。あ、意外とリアル、現実的な。カバちゃん、スーツなんで、意外と大したことない。イメージを取り付けます。だから、ほら、保険金があるから。まあまあ、できる。だから全然できない。現金があるし、ないよ。すごっ。来たさか。おい、ナイス。さらに一回じゃあ西国務省に立川、立川閉まっちゃうできちゃう。あ、シュマさんは閉まっただけ。いや、わかんない。でも一
応内視鏡でお腹に入れて縛るのも内視鏡で全部やるんですよね。縛る、はい、肉体の話をしてると思えない感覚が多いすぎだ。怖いというか何個入れるわけじゃないそっちじゃないからそっちじゃないからあ、泣いたよ。お母さんぐらい北朝鮮の方にもっとちょっとなんかすげえ見えるには見えるんですけど弾がすげえ速くなっちゃう。お母さんも痛いもんね。お母さんなんか締まったよね、プロレスラーみたいな。北朝鮮の時さ、ファーストでさ、本当に俺の手の高さにさライトがあってどうやってやるんだろうと思ったの。一回だから三回ほど飛んで一回しゃがむようにかけちゃった。そうなんだ。こういうのあるんだけど。師匠だったら多分。ここより低いってこと。全然低いけど全然低い。特に俺の背丈にぴったりぴったりになっちゃった。これどうやってるんだろう。クラス出てるから聞いて。でもちゃんとトレーニングやってるから。ああいうのがすごいもう楽しそうね。まあちょうどねサードオークはちょうどのカードね。ちょうどそうなんですよ。一回キャリーのところ。ああ、ナイスイング。どうしたどうした。なんかあれは厳しいな。厳しいな。話しちゃもちょ。ストレート狙いがね。まずさ、俺がさ、話したぞ。全部開いたよ。タイミングも全部。顔をレフトしたんで全部開いちゃう。完璧だったな。これマット借ります。どうぞ。大丈夫ですか。サングラスの名刺の資格だって。すごい当たり方ですね。ピッチャー変わりました。名刺の資格だってほら。シロさんなんかさ、国立ハムだからさ、トチコの方乗ってけじゃん。ああ、そっかそっか。帰って帰って遅いじゃない。ダメだ。ケイナイスね。おいストライクだけだよケンちゃん。ライブの時に足首だぞ。オレンジのやつが一番見やすくて、街灯とかは。カラオケ感もぶっ壊れたら面白かった。いろいろ試したけど、黒くさがなくないし。なるほど。この前、車の中に置いてくるとか。いや、車の中置くの。あ、そういうことです。この前。